モースバッハ・ビュルツブルグ線は、バーデン・ビュルテンベルク州のモースバッハとバイエルン州のビュルツブルグを結ぶ幹線鉄道である。この路線は1866年に開通されたバーデン・オーデン・バルト鉄道の後半部分にあたり、伏線の線路と架空電車線が全般的に備えられている。この路線は、ネッカー国線が分岐するモースバッハ・ネッカールル駅から始まる。 1895年までオブリヒハイムから続く急線はモースバッハ駅と直接的に連結された。列車はエルツ川とアウアバッハ川に沿って走行してバウランド地域として知られるカルスト地形に入る。エルツと並行する区間はダラートンネルによって短くなる。列車はエルツ川とヤクスト川の分水海の下に掘られた。 シェフレンツトンネルを通って、オーバーシェフレンツ駅に到着する。この路線は、アイヒルツハイムトンネルを経てゼッカフハ川の上流へ向かう。ゼッカフハ駅では、マードネンランと鉄道が、ミルテンベルク方面に分岐する。列車は、アーデルスハイム北駅までゼッカフハ川と平行に走行し、アーデルスハイムトンネルを通過する。オスターブル県で、フランケン線がこの路線と合流する。 列車は、オイビヒハイム駅及び、オイビヒハイムトンネルを通過して、その、トンネルの上には、ネッカー川とマイン川の間の分水嶺がある。この路線は、ケーニヒスホーフェン駅までウンプハー川に沿って、この河川は、ラウダケーニヒスホーフェンで、タウバー川に流れ込む。タウバー国線がこの路線と合流して、列車は、タウバー川と平行に走行する。この路線は、ラウダ駅から右に曲がって、 タウバー川を渡り、その高度がビュルツブルク方向に少し上がる。列車がビッティヒハウゼントンネルを通過してガウビューテルブルン駅に至る。ガウビューテルブルン駅はバーデンビュルテンベルク州にあるが、村はバイエルン州に属する。そこから列車は宗教回線とオクセンフルトガウの肥沃な丘陵地を貫通する。ゲロルツハウゼン駅から ビュルツブルグハイディングスフェルト分岐点まで線路が下がり、そこでトロイ・ヒトリンゲンビュルツブルグ線が合流する。オーデンバルト鉄道の全経路ネッカーエルツビュルツブルグ線は1866年11月1日に開通されたオーデンバルト鉄道の一部として生成された。1840年にハイデルベルクでバーデン本線が1854年にビュルツブルグで ルートビヒ西部鉄道がそれぞれに開業された。バーデン大公国は北東部の幹線建設をバイエルン王国は地理的に隔離されたプファルツ地方との鉄道連結をそれぞれに追求した。45個の路線候補の検討と長い交渉の結果、経営地はメッケンハイム、モースバッハ、オスターブル県、ラウダーとして決定された。この路線の大部分が バーデン対抗国にあるため、バーデンはこの路線を完全に運用できた。両国は1862年1月27日に、合議された経路に関する条約を締結した。旧ネッカーエールツモースバッハ区間は1862年10月23日に、モースバッハオスターブル県区間は1866年8月25日に、開通された。同年10月1日に、 バイエルンの区間が11月1日にオスターブル県バーデン国境線が開業され、バーデンオーデンワルト鉄道が完成された。路線の運用開始から4年後、不屈戦争が起きて交通量は満たされた。バーデンが1870年7月16日に戦争に突入したので、この路線は軍用鉄道の一部となった。 1870年7月28日から1871年10月15日まで、この路線は主に兵力及び装備輸送で活用されて、民間旅客列車は毎日一度往復した。モースバッハ近郊の鉄道網の変遷終戦後、バーデン、ヘッセン、ビュルテンベルクは、ネッカー・ゲメントからネッカー・エルツを経由して、ジャグストフェルトに至るネッカー・バレー鉄道の建設に合意し、 1879年5月24日に、ハイデルベルクとモースバッハ間の列車は、ネッカー川をたどり、地形的に不利なオーデンバルト鉄道を回避できた。そのゆえに、ネッカーエリッツ駅の移転が必要となって、新駅は、ネッカー川沿いの新しい線路上に建設された。ネッカーエリッツ駅からモースバッハ方面に、新しい連結線が建設された。 旧駅モースバッハ間の旧線はそのまま残っていたが、1895年に不要とみなされ廃止された。この路線の複線加工時は1904年に開始されて、1906年4月に完了した。1920年代中頃に、ドイツ国営鉄道はこの路線をさらに改修した。鉄道橋は列車の許容軸荷重を増やすために強化されて、 側線が構築された。1939年12月20日に、ネッカー国線とこの路線の間のネッカーレルツに、モースバッハ連結線が開通された。この三角線により、アイコ輸送列車の走行で発生した、下ヤクスト鉄道の混雑が緩和した。第二次世界大戦の前には、特急列車が、オスターブルケン・ビュルツブルク区間を経て、シュトゥットガルトから、 バルジンまで走行した。ドイツ爆撃の期間に、ネッカー・エルブン起点とは、対照的に、この路線は連合国攻撃の主な標的ではなかった。1944年9月から、列車運行がようやく頻繁に中断された。1944年11月30日に、絶カハ駅は空襲の標的となって、カズトが負傷を終え2台の機関車が破壊された。 ネッカー・エルツォスターブル県間はアメリカ占領地域の供給経路として非常に重要であったのでその区間の列車運行は1945年6月にすでに再開された。ダラートンネルの南で入り口モースバッハの新駅モースバッハ三角線は第二次世界大戦後は不要になり1960年頃に閉鎖された。1970年代初頭。 ドイツ連邦鉄道がネッカー国船とバートフリードリヒソハル・ビュルツブルク区間をバーデン・ビュルテンベルク州の財政支援を受けて電化したとき、ネッカー・エルツをスターブル県間も電化するのが決定された。終戦後ドイツの分裂の結果、この路線は東西ドイツの旅客輸送の場合に重要性を失った。1971年11月1日に、 全てのトンネルの床を32から50センチメートルずつ掘り起こす作業が開始された。ダラウトンネルの中には、チ砂等岩石の性質は難しく、葉っぱ作業が要求された。もう一つのトンネルの場合、カラハイ島にも特別な注意が必要であった。モースバッハムダウ狂気鉄道橋梁の高さはこの路線の電荷には不十分であったため、 これはすでに閉鎖の危機に迫っていた路線の終末を意味した。電化の障害となっていた古戦橋は一つだけで改築される必要があった。ネッカーエリツオスターブル県区間の電気運転は1975年6月1日に開始された。1990年代にラインネッカー S バーンの導入でこの路線の局面が根本的に変化した。 準備段階として、モースバッハ駅が新たに建設された。当時に、モースバッハ駅は都心部から少し離れて、駅の踏切はしばしば国道27号の混雑を引き起こした。1994年に、モースバッハ市とドイツ鉄道は、旧駅の未使用施設と敷地を国道27号の改良のために譲り渡す、法案に合意した。 新しい駅は1997年3月24日、近くの州園芸博覧会開催の時に開業された。駅の改築及び、周辺の道路移転費用であった5310万、マルクは、ドイツ鉄道とモースバッハ市が分担した。1996年11月23日以来、ネッカーエルツオスターブルケムは、ネッカーエルツ信号扱い所にある、 新しい SPDR 機種の連動装置により遠隔に制御されている。ラインネッカー S バーンの構築計画は当初列車をエバーバッハ駅まで30分間隔で運行することであった。ネッカー L2 あるいはオスターブル県方面のより薄い運行は入札書類上の選択肢であった。S バーン路線のオスターブル県延長は鉄道輸送の地域化に従って バーデンビュルテンベルク州に与えた連邦資金及び自治体の財政均衡に関する法律の根拠で集まった基金で実現できた。2003年12月14日以来 S1 列車はオスターブル県まで1時間間隔に運行されている。S バーン路線拡張の一環としてすべての駅はアクセシビリティのために装備され雨宿りが設置された。は 長さ140メートル、高さ76センチメートルで S バーン列車の出入口と水平に入ることができる。ハイルブロン地域電車の S41 路線は2014年12月14日、定期時刻表変更の時に、ネッカーエルツ、モースバッハ区間に導入されて、ラインネッカー S バーンの S1 及び S2 系統を補っている。二千十八年十月ビティヒハウゼントンネルの断面を、 拡大する工事が始まって、2019年9月にトンネルの改修が完了した。工事期間の間に相当な区間は封鎖された。2019年12月より、オスターブルケン・ベルツブルク区間の快速列車系統は、ゴーアヘッド車が引き受けた。オーバーシェフフレンツ駅に到着する S バーン列車現在旅客運送はべて通勤列車、よび、 中距離列車により行われている。ネッカーエルツ・ガウンビューテルブルーン区間は、ラインネッカー運輸連合の運賃システムにより管理、されている。ガウンビューテルブルン・ビュルツブルグ南駅区間は、マインフランケン運輸連合の管轄区域である。ありがとうございます。